え知り合いのね YouTuber の七瀬さんって人があの稲田朋美のファッションチェックをやってくれって、えー、依頼が来たんでまあやっていこうと思うんですがうーん何て言うかこの経済本痴だけじゃなくてファッション本痴なのかなっていう多分この人ね鏡の前で自分を見てどう映ってるのかっていうのがちょっとよくわかんない人なんじゃないのかなっていう。 まず俺がこの選び出したこれね、これ。うん、この緑のなんだろう。な、何だろう、この緑。うーん、耳にも緑があるし、いや、全体的にね、この白で統一している分にはいいんだけど、白で統一しすぎてるがゆえに、この緑が気になる。あぜみひょっとして。あれ,あれだ牛、牛島くんの板でしょあぜみちなんとかとか言って、うん、おしゃれエンペラーが。 多分そこからね、リスペクトを得て、この緑を選び出してんじゃないのかなっていう、おしゃれエンペラーですねっていう。まあ、おしゃれしてんのには及ばないかもしれないけど、おしゃれエンペラーというか、エンプレスか。うん。ということでね、えー、見ていきましょうと、まずこの、えー、奈々さんが選んできたこの3つ。はい。まず1つ、えっ、ー、と、言いたいことね、あの、これ何この足のさ、これ、タイツ。 何この柄いい年こいて。あの若い頃のおしゃれを引きずってるのかなこれ多分なんか女王様で踏むとちょうどいい感じの柄ですよねっていう。それを政治家になって後人になって世間の、えー、公衆の目がさらされるところでこのファッション。まあまあまあ,、まあ。あとね一つ気になるのが黒とその他の色のコントラストが激しすぎる。 だから浮くんだよね色が完全に。例えばここだとさ白が浮きすぎてるしここも白が浮きすぎてるしでここは青が浮きすぎてる。でこの青ってね一っちゃ悪いんだけどこのんだろうジーンズみたいな色合いだから若い子がするんだったらいいんだけどうん何なんだろうな。 で、ここの手提げバッグのこの青もね、浮いてるよね。黒と白で統一してるんだったら、もうちょっと地味な色でやってくればいいのに、まあ、この人はファッションセンスはちょっとアレなのかなっていう、経済同様、うん、経済同様、またあの、保守,保守的な、えー、傾向、保守的な知識同様、このファッションをちょっとよく分かっておられないのではないかなと。はい、次。 あい次って言いたいんだけど、何な,な,んなんだこの3つはっていう。うーん、一番マシなのがこれ、このピンク。ピンク、な、なんだろう、これ、バスローブみたい。うん、なんかこう、風俗じゃなくて、なんだあの、デるへりとかいうのあれを待ってるおっさんがこういう格好してるよね、風呂上がりに。うん、女の子はシャワー浴びてきて、それを待ってるみたいな、ワインを片手に、みたいな。 うーん何な,な,なんだろうこのピンクは。まあ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 。でもこれが一番マシなんだよね。で、このピンクで、このここの黒いリボンが。で、リボンが黒くて、いい年こいてリボンですかっていう。うーん、何て言うかなーっていう。で、次これ。この青。青と白。やっぱりこの人、コントラストが激しすぎるんだよね。うん。何て言うか。 色が激しすぎるから目立ちすぎるがゆえにというかなんでこの服選んだうんこれ多分上と下セットでしょうんなんでこの服選んだいやちょっとね俺稲田朋美ねこの服装を見てこんなものを選ぶこの人実はちょっと天然の人なんじゃねえのかなって一瞬ちょっと思った服装に関しては。 ちょっと可愛く見えてきたぞとこんなものを平然と着てしまうこの稲田智美うーんまあ BKD48 で総選挙したらね多分まあ1位1位か2位、うん、指原レベルのあ強さをね、まあ、指原って言われても俺ちょっと顔思い浮かべんなんだけどねわかんねえうん AKB よくわかんない前田敦子しかわかんないうん小島なんとかもういたような気がするんだけど あと、篠田なんとかもいたね。まあ、そのレベルのこの人の BKD48 の中での威圧感があるね、という。で、威圧感で言うと、これ。これ。うん。なんか、うん、何なんだろう、これ。うん、何なんだろう。うん。ボンレスハムがおしゃれにして金箔つけました、みたいな。で、なんでこの模様なの うん、しかも黒がテカってるし俺ねちょっとねもう太めのおばちゃんなんだから全体的に体のラインを隠すこういう服装でいいと思うんだよねでちょっと地味めにしておけばきれいめにしておけばあの保守系のおとなしいだからさやさんみたいな格好をしてほしいんだよねこういう人には保守だって言うんだら保守なんでしょ、うん、まあ、制作見る限り えなんだろうな文化面の政策は全部リベラル系だし経済に関しては緊縮財政だしじゃあこの人一体何なのって思うんだけどこの服装見てね俺思ったプログレッシブだわアバンギャルドだわうんシュールレアリズムなんていうか幾何学模様がねこの金箔で貼り付けられてるでしょ黒いうんラメった感じでいやこれねもう完全に象徴派印象派を抜け出して なんていうかなこれうーんよくわかんねえやっていううん完全にもう,うあの何ご近所えー、っとうーん何て言うのかなこれはもうほんと90年代初頭のねバウハウスの流れを組んでその後進化していったねうーん芸術運動みたいなちょっと名前出てこないんだけどあれだねっていう だからあの便器とかを置いて芸術作品だって言ってた時代があったでしょ便器を置いて。うん、でこの人はでそれは芸術じゃないよっていうそういう機能美はがゆえにちょっと幾何学模様を、えー、テカテカと貼り付けてみました。これを持っておしゃれとしますみたいな。 そういうファッションセンスだからこの人の中で頭の中で渦巻いているなんかこうビジョンっていうのは相当なんかえげつないものがあるんじゃないのかなっていうのをこの一枚から感じ取れますねとうーん皆さんもねこの稲田朋美先生のこのファッションセンスについてどう思われるでしょうかとまあでもね俺は何よりも言いたいのがまずこの緑だよねこのあぜ道ファッション牛島くんのオシャレエンペラーからえーインスパイアされた いやー、これね、うん。頭のね、この辺反り上げてみるのもいいんじゃないのかな。そしたら、あぜ道ができるから。うん。そうすることによって、頭のこう、通気性が良くなって、積極財政ないし、建縮財政がいかにまずいかってことに、だから積極財政をしなきゃまずいかっての気づいてくるんじゃないのかなっていう。なんか、緑の党とか支持しそうだよね。うん。グリーンニューディールとか言ってそう。まあ、ということで、ね、あ、最後に思いついた。この人って何なんだろうってずっと思ってて、 あれだ民主党だアメリカの民主党のねいるでしょやばいやつら綺麗い事ばっか言って、えー、何をやってんのかなって思ったらあの自分たちの仲間を設けさせて自分も儲けさせてで私服をこやすることしか興味がないそれに比べたらまだこの人マシではないよね財務省に綺麗に騙されて貧国化を道を支持してるんだから この人が総理になって1年ぐらいで辞めると思うんだけど、経済状態悪化するから。まあ、私服も肥やせないで、この状態か。うん、ということでね、稲田ともみのファッションチェックをしてみましたと。では、皆さんどうでしょうか。